What the fuck? 本当に What the fuck だよね。本当に What the fuck? 今ラーメン食べに行って、で、雨降ってきたのね。It just started raining. It's very convenient. ちょっと濡れちゃったからさ、シャワー入ってきたんだけど。で、ほら、うん、めっちゃキノコみたい。あ、またメイにさ、多分、キノコって言われるんだよね。キノコ。いや、でもキノコじゃないと思うんだよね。ちっちゃいキノコ。キノコ、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 キノコ。メイもね、この動画見てるんだよね、多分。うん、キノコって言わないでね。キノコ、キノコ、キノコ、キノコ。まあ、そんなことは置いといて、安倍さんのことについて話したいと思います。俺怒ってんだよね。まあ怒ってないけど。まあ今何が起こってるか分かんないって人は簡単に説明すると、アベノマスクって分かる？うん。安倍さんがいつもニュースでつけてるマスク。うん。日本でコロナがいっぱい広まって、で、まあその対策というか、うん、みんなにつけてみたいな感じで配られたんだけど、うん。まあ結局それみんなつけてないんだよね。うん。だってもう、あるし、普通のマスク。うん。普通のマスクも買えるし、まあでもその時はマスク結構手に入りにくかったのね。まあみんな買いに行ってるから。でも今はもうあるの。うん。今はもうどこに行ってもある。うん。買える。簡単に買える。で、最近また安倍さんは8000万枚配りますよと。そのマスクを。誰もつけてない、このちっちゃい安倍のマスクを。ね。安倍さんしかつけてないんだよ。うん。本当に。ニュースとかテレビ見てみ。うん。日本の。安倍さんしかつけてない、本当に。他の人は普通のマスクか、誰もつけてないの、あれ。本当に。で、まあ、8000万枚配るってなって。まあ、でも俺らに配るんじゃなくて、介護施設とか、保育施設に配られるんだけど、そのマスク配んなくてよくないって。その、誰もつけない、ちっちゃいマスク。だったら普通のマスクをさ、配ってほしいよね。介護施設とかさ、保育施設とかさ。そう。それか、その8000万枚、もう作るためのお金をさ、他のところに使ってほしいよね。例えばさ、その、震災してるところにさ、なんか寄付したりさ、あとは病院に、まあお金をちょっとあげたりとか、そういうことにさ、使ってほしくない。だってさ、しかも看護師とかさ、病院で働いてんじゃん。あんなに頑張ってるんだよ、このコロナの中。で、何もさ、こう、その分のお返しが来てないんだよ、あの人たちに。1000万枚作るのに、いくらかかんだっけ？507億円。うん。507億円だよ。誰もつけないし、そのマスク。マジで。みんなニュースでも言ってる有名人めちゃくちゃ声出してる。俺別に怒ってない。うん。俺は怒ってない。その介護施設とか保育施設に、うん、配られるのはすごいいいことだと思うよ。でもさ、what the fuck? 普通のマスク手に入るし、もう普通のマスクを配るとかさ、俺怒ってないんだよ。うん。怒ってないんだけど、一言。what the fuck?安倍怒ってないんで、俺別に怒ってないの。もうちょっとさ、なんかやる前にさ、考えてほしいよね。まあでも日本はそういう傾向あってさ、何かをやる前にしっかり考えてやるじゃん。でも今回の件はさ、もうさらっとさ、 The fuck? Are you fucking kidding me right now? What the fuck? And I'm saying this as a Japanese citizen. What the fuck, 安倍? What the fuck are you doing, 安倍? What the fuck are you doing, 安倍? What the fuck are you doing? What the fuck are you doing, 安倍? What the fuck are you doing? You gotta make me cry. 今日の動画はこんな感じの動画です。初めてこの動画見る人は、はじめまして、ゆうきです。I'm a Japanese blogger living in Tokyo, and I also do Japanese lessons, as my main job. It's the only outcome that I have. Maincome? Outcome? I forgot English. If you decide to take my lessons, it'll help me directly. Yeah, financially. Sorry, that was a big burp. ゲップしちゃった。めっちゃでかかったよ、音今。今もう生徒5人いるんだけど、俺も何人でもいけるから。うん、1000人でも。1000人いればいいね。俺の収入に直接つながるから、うん、本当に感謝してる。俺のレッスン取ってくれてる人は。うん、わかるよね、誰に言ってるか。トライアルレッスンもやってるから、興味ある人はぜひ概要欄からチェックしてください。本当はこの動画アップしなくなかった、したくなかった。別にね、アップしようと思ってた動画あるんだけど、まあ、前回の動画の、パート2、Day 2。うん、それアップしたかったんだよね。まあ、みんなもそれ見たかったと思うんだけど、ごめんね。こんな動画になっちゃった。はい、ってことで今日もこんな感じで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。Peace out. Have a fantastic day.